医療者の皆さん、園芸してますか？園芸専門看護師のお部屋へようこそ。やっと晴れました ね、もう本当に晴れは嬉しい。もう気分がいいね。なんでこんな太陽って人を幸せにしてくれるんですかね。いやまあ雪もいいですけどね。まあ小学生の時とかに、まあ、雪が降って、ね、学校の授業が雪遊びの時間に変わってものすごい嬉しかった思い出たくさんあるんですけど、大人になるとですね、まあ、仕事とかいろいろあって雪がですね結構しんどいね。まあ、そう感じてある方たくさんいると思うんですけど、まあこれもね自然ですから、自然とは一緒にね暮らしていかないといけません。植物も自然の中で生きておりますね。人間もね一緒に暮らしていきましょう。というのはですね置いといて、先日多肉植物ショップですねに行きまして、新しい苗をゲットしましたね。前回の動画でも紹介させてもらったんですけど、今回も新しい苗紹介していきたいと思います。では早速いきましょう。それがこちらです。じゃーん、アマビレね。え、アマビレですね。ほらこれもまた美しいでしょう。肉厚、肉厚で、この色味美しいですよね。サイズ感は、まあ、手のひらに置いてこんな感じですね。かわいいでしょうねえ。まあ、実際手に取ってみるともっと可愛いんですけどね。こういういい苗はやっぱ専門ショップじゃないとなかなか手に入りません。ホームセンターなどいろいろ売ってるところもあると思うんですけど、こういう珍しい苗はですねやっぱ専門ショップじゃないと置いてないですね。かわいいでしょう。もうかわいいとしか言いようがないんですよね。それが多肉植物の魅力ですね。はい、ねえ、まあ、あの育て方は、まあ、特に難しいことはないんですけど、まあ、水やりとか日の光にいっぱい当てるとか、まあ、寒さ対策ですね、そういったところをしっかりしてあげれば、まあ、誰でも育てられるジャンルにはなるかなと思うんですけど、種類がたくさんあってそれぞれ個性があるので、やっぱりこれも勉強しないといけないのかなと思います。まあ、多肉植物も本当ここ数ヶ月で、まあ、知り合ったんですけど、今までは本当一切、まあ、興味もなかったという感じですね。それが実際家にこう多肉植物が増えてくると、いろんなホームセンターやお花屋さんやいろんなとこに意外と置いてあることに気づくんですよね。でそこで、まあ、同じ種類でも置いてある環境とか、まあ多分季節、そういったところで形がですね全然違うんですよ。本当にもうなんか野生化しているものもあれば、小さいものもあれば、様々ですね。それが面白い。本当に野生化しているものは化け物みたいになっているものもあるんですよね。すごい本当に。カーメンくんガーデンチャンネルで、あのハボタンの回でですね、トウダチ、こうあのニョキニョキと真ん中が伸びて花が咲くようなが面白いというところで動画で言ったんですけど、多肉植物もですね育つ環境によってはもうニョキニョキニョキと伸びて
もうなんじゃこりゃっていう形になってるものもあります。いろんな植物の形があるので、皆さんもぜひ気がけて見てみたら楽しいと思います。これからもいろんな植物を紹介していきたいと思ってます。で、私看護師をしているので、看護師の経験や、困っていることなど、もしコメントで言っていただければお答えできることがあるかもしれません。この動画が良かったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。